させて、はい、こんにちは、皆様、アドミのトドルキです。こんにちはの時間なんでしょうか。私はさっき起きたばっかりの感じ、えー、<laughs> おはようございます、正木先生ございます。はい、どうもどうも。ええー、13時からドリームイバーの番組2日目を行うんですけども、ちょっとね時間があるんで。 漫談でもしてみようかみたいな話になかったですよ。ないですね。僕も今今突然決めた <laughs> 突然決めるちょっと急なちゃんと打ち合わせをしとかないじゃいない、うん、何も打ち合わせしてませんけれども。はい。<laughs> あと二分ですからね。あと二分かねやりますか、はい。何やりましょうか。じゃあとどろきさんが一人で漫談を突っ込むだけで突っ込みます。<laughs> いや突っ込みって難しいんですよね。難しいですよ。あ,あと三十秒です。 はい、あ、と30秒。いいじゃないじゃないですか。あの気持ちが。じゃ、ね、とっておきのネタがあったのにとっておきのネタじゃあ一った。またこの最後で、こうでございます。広告期待ください。はい。自撮り棒とともにプレゼントされるってやつですね。あ、なるほど。あれけど、アドビーさんでしたっけ。アドビーさんですよ、でも。アドビーさん。はい。しかし、ちょっと、きずれ外れた感じもしないでもないですよね。いいんです、まだ。はい。 はいみなさんこんにちはこんにちは、えー、今日からですね今日からじゃない昨日から d <laughs> リミーバー e a v の、えー、最新機能を、えー、活かした、えー、新しいワークフローを紹介していく形でですね、えー、お昼に放送しているんですけれども、えー、<coughs> ああ大丈夫です <coughs> 今日はですね素敵なゲストもお呼びしていますのでまずは私の自己紹介からしたいと思いますはい Adobe Systems、えー、の戸と申します。うん、どうぞよろしくお願いします。うん、イイええー、そして本日のゲストは、うん、はいえっ、ー、とコンセントというところに勤めております関口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。CTO ですよ。CTO ですね、うん。すごいな。なんとか C なんとか O っていいですね。<laughs> つけれいじゃないですか。<え>なんか適当なの。<laughs> いやまあそうなんですけど、えー、はい。 さて、えーっとですね、今日の番組なんですけども番組を通して「ハッシュタグクリエイティブクラウド JP」ですねこちらをつけてツイートしていただくことでこの番組に参加できるという感じになります。で、えー、っとちょっとしたなんだろう思ったこととかそれからこちらに対する質問とかですね関口さんもバンバン答えてくれる。うん おはようございましえっ、ー、<laughs> と、どんどん呟いていただければ嬉しいなと思います。で、あと番組の最後に視聴者プレゼントを行います。えー、今日のプレゼント、昨日と同じですけれども、まだ夏は終わってないぞ。もうだいぶ寒いですよ。だいぶ寒いですけれども、確かにまだ夏終わってないぞ。 今だけキャンペーン <laughs> 松田さんあ松田さんね豊さんの過去まで夏ですからね夏ですね,いいですねはいアドビビーチサンダルアドビー、Adobe、さんこちらをプレゼントいたします 2>,、はい、2名様にねなので最後までぜひご覧くださいで,、ねはいでえー、と今日の番組内容なんですけれどもえっ、ー、とこちらはい <laughs> 1> えー、1日目は昨日松田さんが ブートストラップを使ったレスポンシブデザインのお話をしてくれましたそして本日は関口さんがエクストラクトというクリエイティブクラウドサービスを使ってなんと画像のスライスがいらない、ね、そんな HTML コーディングのやり方をですね、はいはい、教えてくれます、はい、まあ画像だけじゃなく他にもえっ、ー、といろんなものがね CSS 化されたりとかするんで、うん、あの 初めて見るという方はですね、ぜひあのしっかり見ていただけると絶対に損はないと思います。はい。で、えー、今ご覧いただいているこのウェブページなんですけど、これ何かというとですね、えー、今年の6月から我々が運営している Adobe Creative Station というブログになります。で、ジャンルはですね、えー、フォト、DTP、ウェブ、ビデオ、そして Creative Cloud、えー、道場や。 そういったいろんなジャンルをですね。ひとまとめにしたブログになっています。ですので、こちらに来ていただけると、いろんなジャンルの最新情報を得ることができます。で、えー、っとですね。今、ドリームイーバーの、えー、記事を使ってブログキャンペーンまあ、ツイートキャンペーンをやっております。こちらのブログに来ていただくとドリームイーバー cc ブートスラップ対応記念キャンペーンというのが。 え見えるんですけれども何をすればいいのかっていうと単純にですねえ昨日出演していただいた松田さんが今連載記事を書いてくれてます「ドリームイーバーとブートストラップで作るレスポンシブページ」というタイトルで,でこれ今第4回まで出てるんですけれども8月31日あと何日もないですね3日ぐらい。それまでに 松田さんの書いた第4回分の全4回分の記事を記事にこう言っていただいてですねで各4回分の記事にこ,うこんなバナーがありますでここのツイートするボタンを押してツイートしてくれればもうこれだけで、えー、B さんが当たるかもしれない Adobe さんが当たるかもしれない アドビーさんにはこれ番組の方があった間違えた、ね、別のもので,ねですね自撮り棒とか当たるキャンペーンに応募できます、はい、で今ちょっと当たる当たらないの話しましたけど、えー、商品はですねまずこちら松田さんが記事、うん、あの執筆した、えー、まあレスポンシブブートストラップの設計とかそれから実際の実装の話が書いてある書籍ですこちら二名様 MDN さんからの協賛でいただきましたありがとうございますそれからアドビー ロゴ入りりりスマホ自撮り棒ですす今ここにありまシ、うん、ャキーンとわ伸ばして、ね、い,いです、ねはい、これでもう好きなだけ自撮りしてください、えー、しかもちょっと箱が微妙にダサいっていう箱超ダサいですよ <laughs> もらった人だけが分かるっび,びっくりするぐらいダサいですけど箱はまあこれとアドビロゴがここに入っていて裏側にカメラボタンがついているんでここへパシャパシャ撮れます まあ自撮り棒、なかなか自分で買う人少ないかもしれませんけどんです、ね、もらう分にはね、はい、いいかなと思います。はい、えとそんな感じ、あとあれか、<laughs> 今日ゲストで来ていただいている関口さんがですね、まあ、このあと本編でお話ししてもらうんですけれども、はい、えそのお話していただく内容の記事、えー、連載、これは2回分の記事ですよね。 ここちらもこのブログに載っておりますタイトルは「Photoshop と DreamEver ーーの新しいワークフロー」。こちらの記事に沿って今日はご紹介していく。あとサンプルファイルもここからダウンロードできるので、はい、全く同じようなことができるんですよね,、はい、ですね。大体同じようなことができるようになってます、はい、ですので今日、えっと、放送を聞いて、うんあだろうもうちょっと知りたいと思ったら、うんうんうんね、ぜひ自分で試していただけると、はい、この記事に行ってみてください。URL も、えー、シェアできると思います番組中に。<laughs> えとあとじゃあ関口さんから何か。 告知なり知えっ、ー、とまだちょっと出ていないのですが、はい、えっとドリミー,ーバー CC 2015まあ、すごく画期的な機能が搭載されているということで、はい、えっと今本を頑張って書いております。本何冊目ですか？書くのえっとじゃドリミー,ーバーだけで書かせていただいているのであれですけど、六と CC と、えー、CC 2015で三冊目ですね。すごいですね。はい、ドリミー,ーバーのおかげでなんとか。 いやいやこちらこそありがとうございます。はい、なんであのー、すごく新しい機能がいっぱいのっていうので、エクストラクトそれから、うん、えっとまあライブビューで全てこう使う。 サイトを作っていけるっていうところがありますんで、はい、まあそういったところをご紹介していく本を今頑張って作ってます。はい、まあ10月ぐらいに出せるかなという形で動いていますので、いいでね、もし初店でお見かけの際にははいぜひ、はい、手に取っていただければと思います。おいいですね。その際にまた番組で、はい、えーはい、番組でまたちょっとやっていただいたプレゼントを用意しますね <laughs>、はい。やりました。はいというわけでですね、えっ、ー、とこんな感じで進めてまいります。でえっ、ー、とホンに行く前にですね。 まず DREAMWEVERCC2015 ーーでどんな新機能が乗っかっているのかというのを昨日もご紹介したんですけれども今日また続きをご紹介したいと思います。でえっとブログの方にですね以前載せたのですけれどもどここかなこれですえ今年の6月に出た DREAMWEVER ーーの新機能は大きく2種類の えーまあ、テーマがあってですね一つはスマートフォン対応ということでレスポンシブデザインを非常に、えーまあ、進,めやすい進めやすくするための機能を搭載していて、まあ、ブートストラップのサポートをしましたよとかうん、うん、そういうのを能話しましたで今日はですねもう一個の方のコ、えード <laughs> 生産性の向上の方ですねで、えー、これどんなものがあるのかというとこのブログ記事の エメットのネイティブサポートというのがあります、もうさ,らさらっと書いてますけど、エメット、すでに使っている方は、あ,あエメットねって感じだと思いますが<ー>あ、なんか名前だけは知ってるけど、なんかちょっと、何それ怖いのみたいな感じが、ね、<laughs> あるかもしれませんけど <laughs>、えー、怖くない優れものがドリームイバーに入ってきましたということです、まあ、標準サポートなななので何の設定ももしなくてもいきなり使えます。 でこれを紹介する記事というものもちゃんとこのエメット入門をどうぞとあるのでここ行ってもらうと、えー、今日も出たのかな、えー、このエメット入門連載が第5回まで出てるんですけど、うんえー、確認いただけますで実際ドリームイーバー開いてやってみましょうエメットとは何ぞやと、うん、でも関口さんはエメットはもう普通に使う,ですかうん普通ではないですけどやっとドリームに登場されたので使おうかなですなるほど。<laughs> はい なんか奥すごい深いんですよね。いろんなことができるん、ね、ですよね。いろんなかけかけてしまうので、はい、多分早くなる2倍ぐらい早くなる感じしますよね。そうですよね。例えば、まあ普通は div タグを打つならこうドリだったらね終了タグも入れてくれますけど、ねね、これだけめちゃめ早くなと思いましたけどね昔は。<laughs> そうですね <laughs>、えー。エメットの場合はタグを書く書くというよりもこう div って書いちゃうんですね。いきなり。でここでタブキーを押すと。 保管してくれるんですね、まあ、これだけだったら別にあれじゃねえのと思うかもしれないですけど、これ、階層構造もちゃんと入れてくれるんで、例えばヘッダーの中に H1 タグ入れるっていう階層構造があったときに、これでタブを押しますと、ちゃんと中にレコでやってくれます。でもうちょっとやってみましょうか。うんえー、ヘッダーの中の、じゃあやっぱり H1 で、ここに、うん、ハローと。うん やってタブを押すと中に入れてくれるとか、まあ、いろんな組み合わせがあるので僕も全然全部覚えてないんですけどいろんな <laughs> 超高速コーディングをするためのアシスト機能がいっぱい入ってます。で一番ねさっき関口さんと話したんだけど、ね、一番ありがたいのはこのメニューっていうかねう例えばリストで8個ねあ,あ間違えた。えー えー、UL タグの中にリスト8個を置きたいといったときは、これでとんとやると展開されてでき,できるわけですよ。でも、もっとね、いくと、その中に多分 A タグがあって、でリンクがあ、シャープがあってとかで、さらにこれ変数使えるんで、うんえっと、シャープのアイテム1から2、3、4、5とか、連番でやりたいときは、このダラーマークを使えば OK。 その囲むあれですねこうちょっと分かりやすいように大文字にしていきましょう、で、ダラとかにして、こうかな、で、展開すると、これを書くの、スーパー面倒くさいわけですけど、ねまあ、コピペとか、ねはいろいろ使えますけど、まあ、あんだけポロっとできるんで、うん、<laughs> 福祉だけだと、ドムパネルでも十分いけると思いますけど、確かに確かに、ねはい、ここまでになるとね、そうです、ね、ドムパネルが厳しいですね。はい であとはですね、これ CSS でも使えますと、例えばこのここにボックスというクラスがあったときに、えっとじゃあ、マージントップ20ピクセル設定したいなと思ったときは、うん、まあ、通常だったらこう、マージン、<laughs> もう出てこないね、今日、ねしし <laughs>。でも、えっと MT20 って打ってタブ打つと、いいですよね、はい。こうできます。うん でももこれもねやっぱりいっぱい覚えなきゃいけないというか、う MT とか MB とか、でもそれも全部あの先ほどの連載に載ってますので、素晴らしい。はい、であと、使うやつだけどんどん勝手に覚えていくので、それであと高速化。覚えてなかったのね普通に CSS 書けばいいとか。はい、そういうことです、そういうことです、別に。ねはい、覚えてる人だけ使っていけば。簡単です。であと、もう一個、コ、えード生産性に絡んでですね、コードの品質ですね、こちらもちゃんと担保していきたいということで言うならば、 リントっていうのはリアルタイムでその構文チェックをしてくれるという感じです。例えば今ここに、えー、っとリストの終了タグがありますけどこれを書き忘れてたとするとなんかここ出ますね。で赤くなってるからここの1個のエラーが見つかりましたっていうあ右下なんですよね。ちょっとごめんなさい。画面右下。はい。ここに バッテンがつくんですねもちろん行マークのところにも赤がつくので分かるんですけどでこれで内容を見てみると、うん、タグマスビペアドミッシングリストタグの終了がないよと教えてくれるんでああそうかそうかということでポッと直せばまた赤文字は消えるという感じでこれが、えー、HTML、CSS、JavaScript で今,今使えると。 いうことなんでボン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 爆速でコーディングしてもらってでも間違ってたらすぐ教えてくれるっていう,うん、はい、そんな感じでドリームイーバー使っていけるかなと思いますあとは、うんえっと、コードビューのカラーテーマ今僕のねドリームイーバーの画面黒いんですけどこれ、はい、コードビュー黒いです、ね、はいこれいろんな色が他にもあってですね、うん、こんな感じでいっぱい選べるようになりました、うん、どんなのがあるのかっていうのもこれブログで僕紹介してますので、うん、はい これ,これだけで1記事書きましたんで。いという感じでですね、昨日はレスポンシブデザイン、そして今日はコード生産性の機能をご紹介しました。で、今日この後関口さんにやあの見せていただく本編の方は、去年の秋にね出た連携機能というか新しいワークフローなんですけど、ちょっと今回の6月のリリースでも。 アップデートはされてさらに使いよくなったんですけどおそらく、えー、昨日今日でご紹介した新機能プラスこのこれからご紹介していただくエクストラクトというサービスを使ったスライス不要の a c m l コーディング、ね、これができたらもう,、ね、もうスライス不要だから高速にさらにやっていくことができる、うん、相当早いぞという感じになります,いす、ねはい、というわけでではですね早速関口さんの本編 はい、行ってみましょうか。はい、で、今回はですね、あのー、公開収録という形で、<laughs> はい。生ですからね。生です。あの、うん、公開収録という形で、えー、後ほど後日ですね、あの、はい、内容をちゃんと章で区切って、うんえー、アーカイブ化して載せますので、急出しから三人一みたいな感じで。<laughs> え、そうなんですか。<laughs> やりますか。やりやすかったらそれやりますか。いややん気わかりました。という感じでので、ぜひ皆さん。えー 最後まで見ていただければと思いますであの質問がありました先ほど言ったようにハッシュタグ、えー、クリエイティブクラウド JP こちらをつけて、えー、どんどんツイートしてください拾える限り拾いたいと思いますので、はいはい、では参りましょうか、はい、大丈夫ですか準備はい,いはい。ではよ, <laughs> よろしくお願いしますはい 改めまして、コンセントの関口と申します。で、えー、と私の方で本日ご紹介させていただくのがですね、ドリームイーバー2015で搭載されているエクストラクトという機能、まあ、こちらの方をですね、ご紹介していきたいなと思っております。で、えー、と画面そのまま出してくださいでしょうか。で、えー、とこちらがですね、今、と見ていただくと、ドリームイーバーじゃないじゃんという感じなんですけども、んとこちら、フォトショップの方ですね。 フォトショップの方で、まあ、カンプを作ってあるというふうにお考えいただければ結構かと思います。こんなような感じでカンプができてまいりました。で、これまでどういうふうにやっていたか、我々わコーダーさんとかですね、そういった人間どうするか、フォトショップか、気が重いという感じだった。何が気が重かったかっていうと、うん、やはりスライスをこう入れていかなければいけない。 でもとフォトショップはよくできているところもありまして例えばまあレイヤーのところですねこちらからレイヤーで、まあ、レイヤーに基づく新規スライスみたいな形でスライスを入れていくただこのスライスを入れるというのは当然常識でしたというのが今までの流れだったかなと思います。 でえー、とこれが全然違ってくるのがこのドリームイバーの方のエクストラクトちょっとパネルがこちらですね、えー、とっと、いつもデフォルト状態だとこうちょっと小さくなってしまっているので、えー、まあ大きくしていただくとよろしいかと思います。 でえー、とエクストラフト、まあ、使い方すごく簡単だなというところがあるんですがまずま PSD ですねこちらの方にアップロードしてくださいと、まあ、デザイナーさんから何らかの方でもらっていただいても結構ですし、まあ、クリエイティブクラウド非常に便利なところは共有できるというところもあると思うのでそのまま PSD もらってしまってそこから展開もできるなという形になりますで今回、えー、と私すでにちょっとアップさせていただいたのが、えー、こちらの ですね、先ほどのカンプのものと同じようなものになります。で、これをこのまま開くことができます。で、開くときに、フォトショップとかないんだけどとかですね、たまにあのコーダーさんでフォトショップ入れておいてはいいですけどね、せっかくクリエイティブクラウドに入れておけばいいのにと思うんですけども、たまにないよっていう方がいらっしゃって、もったいないんで入れてください、ぜひって感じですが、フォトショップなくても、もちろんこういった形で、フォトショップと全く同じ状態のものを取り出してくることができるよという感じになってます。で これ、えー、普通にそのまま完封として表示されてくるという形になるんですがじゃあ何ができるのっていうと実はこれマウス重ねていただくとちょっと分かりづらいかもしれませんが黒い枠が出てくるよとでこう画像とかですねそれから文字が入っているところとかそういったところですね全部こう黒枠で選択ができるよという形になってます。うん、この黒枠で選択されるという形どうなっているかクリックしていただくとそのまま出てくる青い枠。で しかもすごく簡単なのはこのままこいつですね、クリックしていただいて下に出てくるところのこのプルダウンみたいな,な,んていうかな下矢印みたいなですね、うんうん、でこいつをです、ね、クリックして、えー、マウスを載せていただくとアセットを抽出という形で出てまいりますでこいつを押していただくとそれだけでほぼ終わるんですが今回ちょっと、えー、このまま書き出してしまうと無事がある。 何が無理があるかっていうと例えばよくあるのが画像が下にあってそのように文字も入っていますよと。でこれとこれワンセットで出したいんですといった時でもあるかと思うんですね。今スライスとかで切っていってしまうともちろん、えー、1つ。 にこれをくっつけることができるんですが、エクストラクトのいいところはま良、あ、い,い点だなと思っているのは、このバラバラにして書き出していって、コーダーさんの方で重ね合わせることもできるしえ、一緒の画像にして書き出すこともできるというところは、うん、いいことかなと思います。で、今回ちょっと両方選択させていただきます。で、しかもこれ。 えー、シフトキーを押しながらやっていただくとどこからどこまで何ピクセルだよっていうのがこの画面上で分かってしまう実はフォトショップ私これ探すのがすごく大変でここ何ピクセルなんだろうって測るのがすごく大変だったっていうのが大変ですよねこれフォトショップでフォトショップでなんかここの場所何ピクセルだとかマージン何ピクセルよってそれを測るためになんかいろいろツールを使ったりとかしてたんですけどこうやってあげるだけですぐ、えー、幅が取れると。 マージン値はこんなものなんだということがすぐわかる、うん、これだけはすごいメリットが多いなそうですよね でこちらちょっと両方選択させていただきました。で、このまま、こいつですね、アセットを抽出します。そしたら、えー、とここで選択していただくことができるんですが、どこに保存しますかということで、今回、えー、とイメージズフォルダーの中に保存させていただきます。で、ファイル名はここで改めて指定していただくことができます。うん、えまあ、基本的には、Photoshop のレイヤー名がそのまま来るはずだったと思います。それから、えー、とどの形式で出すので、えー、まあ、最適化ですね。今回、ちょっと JPEG の90%。えーこれ うんとドリームビーバーの,方の環境設定の方でデフォルト値変えられるのでちょっと高めに今回していますがもちろん、えー、と変えていただいてその都度都度変えていただいても結構ですしデフォルト値もっと下げていただいてもいいかなと思いますでこのまま保存と押していただくで保存と押していただくとちょっと待ってきたかな、うん、今は2つのレイヤーを はいね、マージした形で書き出したんですね。はい、これですね,ですね、はい、ちょっとこの辺、すごいところ出てましたね、なんか、ね、<laughs> なんかすごいところに出てきてしまったんですが、見てみるえーっと、これでちょっと、あ正常になるのします、やっとですね、うん、ちょっと大きい画像ですので、えっと、こちら、えっとドリームイーバーの方のファイルパネルの方ですね、こちらになります。 メインイメージ 01.jpg というのが書き出されているのがわかりいただけるかと思います。うん、じゃあ、これ、本当に出ているのかどうかちょっと確かめてみようと思いますので、ね、H1 ありまして、えー、とどこに入れようかなーって感じなんですが、ちょっとこれに切り替えさせていただいて、えー、とヘッダーの下あたりに入れたいので、よ 下にちょっと挿入からうんと見出しをちょっと入れさせてください。で、後ろというとですね、はい。で、ここのところに入れていきたいなと思います。ネストとして、で今選んでいた,ていただいたやつですね。で、これで画像が先ほどやったやつですね。全く画像がなかったと思うんですが、このような形で、あこれでダブルクリックしないとでしたね。はい でこれで画像が入ってくるよと。 いう形ですねスライスなしでそのまま一気に持ってくることができるよというところこれがすごく大きいところですね、はい、何しろスライス今までいちいちこうやって1ピクセルずれたとかそういったものすごく多かったと思うんですがこういった形でできますでもちろんもう一つあってこちらのところがちょっと使いやすいところなんですがレイヤーというやつがありますでこれレイヤー構造、えー、PhotoshopPSD ファイルから出てきているレイヤー構造がそのままそのまま 出力されてくるよという形になっているのでこちらからも選択していただくことができるという形になっていて例えば、えー、レイヤー構造がすごくデザイナーさんが作ってきたのが複雑だとどれがどれよという形の時なんかはこっちからそのままですね、うん、ここを押していただいて保存をしていただくことができると。うん いう形でこっちも使うこともできますしあと個人的にも気に入っているのがこのスタイルってやつですね、はい、これが結構便利だなと思ってて今までこうデザイナーさんってわざわざ色とかをこうまとめたやつを作ってくれるデザイナーさんだと良かったんですけど作ってくれない人だと一体何色と、うん、色を設定したら違ってたよっていうようなこともあったりとかするんですがこの中で使われているフォント名ですねそれから大きさ、うん、あと色が全部ここに指定されるので、うん、あ一気に。 デザイナーさんがわざとそまとめていただくこともなくこのままその出力してきて乖離をしていただくことができるよという形になっているところはすごい大きいメリットかなと思います。デザイナーさんもコーダーさんも両方嬉しいですね。れ方嬉しいですね。これはね、デザイナーさんはわざとそこの手間省け省けることができますし、えっとそのまま PSD ボンと送りつけてしまえば OK と。 という形あといろんな変更があったときも、ね、そそのカラーパレットを別で作ったやつを更新しなくても、ねはい、自動的にあれが更新されますからね。で、えー、っともう一つちょっとご紹介させていただこうかなと思っているのが、まあ、最近だとやっぱりレりィーナとかそういったものの対応が入ってくると思うんですけど、うん、こちらです、ね、えっと複数保存です先ほどちょっと保存ってやつを使わせていただいたんですが、はい、えっと複数保存ってやつを押していただくと、うん、セットを抽出しますという形で抽出されました。 で、えー、よっとされまして、ちょとこんな感じにちょっとフォルダが、イメージズフォルダの中にいっぱいフォルダが出来上がります。で、ちょっと時間かかってくることが多いなという印象なんですが。うん、エクストラクトサービスは、クリエイティブクラウドのサーバーにあるデータを、ね、ベースに、ね、切り出した画像を。 ダウンロードしてくる仕組みですけどね。時間がかかってしまう時があります、ね。多分これは<あ>この放送、ね、放送と同じネットワーク。ちょっと時間がかかっちゃいますね。あ、やっと落ちたっていうふうに一つ出てきたの。うん、あ、出てきましたね。はいで。 えとこんな感じですねこれ、あ、えー、とアトマーク 1× あとマーク 2× けという形で、うん、えと自動的にこう2倍の大きさまたは3倍の大きさの画像も出力してくれるよと、うん、ただ、まあ、JPEG なので画質がちょっと若干荒れてしまうところがあるかなという感じなんですけどロゴとかだったらかなり綺麗に出してくれるので、うん、十分実用性に耐えるものが出てくるかなと思います、ね、なのでなので、フォトショップ1枚さえ用意しておいていただければ、えー、こんな感じにやっていただいて作っていくことができるよ、うん というところはすごく強いなと思います。はい。画像はそんな感じですね。画像書き出し方とにかく画像を、はい、もう直接もう直接クリックしていただいてこれだけっていうのはう、ね、もう正直昔スライスが1ピクセルずれてるぞこれで何回苦労したかと。うん、なるほど。はい。あとはえー、っと。 レイ,ね、レイヤーのところからも出していただくことができますし、たぶん隠しになっているやつとかもあるんですけど、こう目で隠してあったりとかするので、確認しやすすいですよねあと、ここで複数レイヤー選んでね、はい、あのマージした画像を作るとかもできるし。 こんな感じでデザイナーさんがなんかこうスライドショー的な感じのイメージで作ってたとしてもこう普通だと結構今まではスライスいわざわう全部切り替えたとかしなきゃいけなかったのが1枚1枚これで出していけばこう画像を切り替えてまたこっちも出せばいいよという感じに切り替えることができるというのはすごくメリット大きいなっていう感じですねあとは画像を直接左から右にドラッグアンドロップもできますもんね。でできまますすねこれはうまくいいかないこととは私ががちょっドドラッグドロッグロプが失敗するので 怖いとまあそんな感じで3つのやり方がありますよと。はい、出ましたね。こん,ねこんな感じに一気に入っていくことができてますね。p s d から直接 h m ルファイルにドラッグアンドロップっいうのが一番分かりやすいですけどね。時代が来たかと。ね、来ましたかね。来ましたですね <laughs> っていう感じでしたね。はい。一 <laughs>、はい、回わざと前は JPEG に変換してっていう感じだったのが、うんうん、そのままこうロー いじらずしかも画面見たままやっていただけるっていうのはすごくメリットの大きい,いそうですねはい大体じゃあ画像はこんな感じでしょうかはいもう画像はこれぜひ使っていただきたいなってやつですね、はい、特にもう割とプログラムあのコーダーさんとかデザイナーさんと揉めてる方はぜひ使っていただきたいなと思います、うん、<laughs> 確かにはい、はいはい、ありがとうございます多分このスライス作業っていうのは絶対につきま戻ってきて、うんまあ、ま,ますよね、えー 多分その点数が多ければ多いほどカタログとか何だとかだいぶ個数が変わるんじゃないかなと思うんですけれども、うんはい、じゃあ画像の次はどんなお話、はいえー、と画像の次はですねもう一つ嬉しいのがですねやっぱりありましてしじゃあちょっといくつか戻させていただくんですが、えー、とこちらのところですね。よいしょ ここちらののテキストのところになるんですけども、はいまあ、デザイナーさんってやっぱりこうフォトショップとかそういったところで完成原稿っていうのを作られることが非常に多いんですね、うん、で完成原稿を作っていただいてそれはそれで嬉しいまあ出してくれるんだからありがたいけどまあ何がこちらのコーダー側からすると辛いかっていうとコピペがめんどくさいなるほど <laughs> なぜ ちょっと別ファイルで作っていただけませんかって言ってもそんな手暇はないという形が結構多かったんですけどこのまま出していただくと普通に PSD として入れ込んでいただいたやつを出してきてくださればこれこのまま実はクリックができますでフォントが入ってたりとか入ってなかったりとかそういった問題も結構昔だとあったと思うんですねだいたいフォントになってしまったりとかあったと思うんですがそういったこともなくてここです もう注文庫はここだけテキストをコピーもうこれだけですねでえっ、ー、とこうクリックしていただいてそれぞれテキスト部分分かれているところ同士ですべてこう別々に選んでいただくことができるのででここのところちょっとテキストをコピーしますでテキストクリップボードにコピーしましたという形ですぐ出てまいりますでテキストこちらにちょっと流し込んで混ぜていただこうと思いますもうこれだけですねうんもう すでにこちらに入っているやつがこのまま一気にコピペすることができるよと。1>, 1個のアプリ内でできるからだいぶ。ですよね。ねまあもう見た目だけはちょっと CSS とかが当たってこないっていうところもありますけどもう純なテキスト装飾のない無駄な装飾のないやつでこちらのデザインでコーダーさんの方で CSS を当てていけば十分綺麗なふうに配置をしていっていただくことができるので。うん あとはこんな感じでちょっとやってあげれば大体同じような感じにこれだけでもすぐできる、うん、わざわざこういちいちなんかこうフォトショップ例えばフォトショップの方でやらせていただくとここですよね私、えー、の方とこうになるんですがフォトショップの方だとこれをいちいちこんな感じで選択して、まあ、一つにうまくなっていればいいんですけどなんか2か所とか3か所とかカーニングの関係下になってるとすごく大変、うん、でこれでコピーをしましたみたいな感じが。 今までの提案だった定番だったと思うんですけどまずフォトショップがない方が結構いらっしゃるとなるほど入れるよと思いますけど、うん、<laughs> はいはいでないのにでコピーしてみたいなでしかもフォントがないからだなんか全然違う感じになっていてデザイナーさんはまたちょっとそれはそれで嫌だよねみたいな感じになってしまうというところもあったと思うんですがこれだけですぐにコピーしていただくことができるで、今回ちょっと文字が短いんであんまりちょっとメリットがないかもしれないなと思われるかもしれないですがこれはすごく長文だったりとかですね 特に私の弊社のところのやつだと社長挨拶とかが結構長いんですね、うんうん、でそういったものが結構きれいに社長の,あの意向でここで開業してくださいみたいなのが来たりとかすると、ですねなんでこんなに頑張って作ったんだろうみたいなレイアウトで来ていたりとかするときにすごくこれ便利ですね、テキストコピーするだけでも結構、一苦労だったのが一気にテキストコピーしてしまって貼り付けることができるよというところですね。 細かいところとかこういったところも一気にコピーして貼り付けていただくことができるので、はい、非常に便利にやっていただけるんじゃないかなとこれは私はかなり嬉しかったですね。うんうん テキストはこんな感じでもうすぐに使っていただけるのでもういちいちことしを立ち上げてコピペして貼り付けてとていう作業からもうちょっと飽きてきたよという方もぜひ使っていただきたいぜひ使っていただきたいですねもうあなたの仕事の半分以上はなくなりますんで確かにので夜も早く帰れますビールもおいしくなりまのんで <laughs> もうとおりでございます、はいはい、何かご質問ありましたらぜひ、えー、ツイートしてみてください。ぜ、はい、ぜひぜひ、うん 雪さんのコメントはイラストレーターでもこんな連携ができたらいいのになと、うん、それはどうなんですかね、うん、個人的にもすごくイラストレーターからのこのエクストラフが期待しているんですけど、ね、そうですよね僕も欲しいいなと思います、はい、<laughs> それはもうぜひっていう感じですよね。はいえー、あの、Adobe、さんが頑張ってくれることを期待しております、はいえー、とあと他に質問とかまだ来てませんのでじゃあ次のお話いってみましょうか。はいはい えとやはりもう今だとウェブ、うん、まあ特にあのスマホサイトとかだとすごく大きいと思うんですけども、はい、CSS がすごく複雑化されてしまってる特に CSS3 でグラデーションでしかもウェブキットなどをつけてったりとかですねいわゆる前置詞ベータプレフィックスつけてったりとかするとすごく大変だったなという感じがあるんですけども。 CSS もこれも、えー、そのまま書き出していただくことができると、うん、ただ CSS、えー、だったら報道書でも書き出せるじゃんと。なるほど、はい まあ、例えばこういうところですね、まあ、これはこれですごくいいなと、個人的にも思っていたんですが、私、エクストラクトが出てきてからは、実はこれ、全く使っていないという、ちょっと申し訳ない感じなんですが、ここですね、CSS をコピーっていう形で、レイヤーメニューで右クリックして、CSS をコピーという形で、はい、でちょっとこれの,あのところで、ちょっと、まあ、申し訳ないなと,あのちょっという感じなんですけど、これでちょっと CSS をすぐに気を使わていただくと、うん、こうなっちゃうんですね。 Photoshop の場合って でちょっと残念なところだなっていうのがまずポジションアブソリュートでいきなりアブソリュートかよっていうちょっと辛いところもあったりとかそれから Z インデックスも、まあ、25は別にいいけどリフトマイナス29とかちょっとすごいポジションが入ってきちゃったりとかしていてやっぱりこい全部,いこう全部こう選ぶことができなかったっていうのがすごくちょっと残念なところでなるほどしかもクラスフッター会計まあそうなんだけどさっていう <laughs> ちょっとそれはつらいなーっていうところがあったんですがまあもちろんこれ、えー、とうまくここを利用していただいたりとかするって。 ですね、複雑なやつだったら十分、フォトショップの方でうまく利用していただくっていうのもできると思うんですけども、エクストラクトの場合、何が違うかっていうと、先ほどちょっといくつかもうすでに出てきてしまっているので気づかれた方もいらっしゃると思うんですが、こちらなんですね。えー、とここのところの部分に、w i d o w s ハイと、それからカラーフォントサイズラインハイトと、それからフォントファミリーという形で、えー、と入ってきています。で、えーと、これのいいところ、チェックを外したら、それはもう無効になるよと。 いう形ででコピーができるとな、ね、例えばフォントファミリーとかそういったもの、チューリヒとかないなとかなったら、これだけ、このちょっと3つだけコピーをさせていただこうと思います。CSS をコピーですね、うん、CSS を、えー、クリップボードにコピーします。でえー、とドリームイーバーの方、こちらですでクラスをちょっとあらかじめ振らせていただきました。でこのクラスのところの上側のところですね。 ドットテキストっていうのをつ、えー、けさせていただいているんですけど、このように右クリックすると、スタイルをペーストという形のものが一気に出てきます。ちょっと変わりづらいのが分からない、つらいんですが、ちょっとだけ変わってます。まあ、下の方が多分分かりやすいんで、ちょっともう一つ下もやらせていただこうと思うんですが、うん、下のところ、ここ、フッターのところ、まあま、あ緑のところになります。で、ここのところ、まあ、実はバックグラウンドからだけしか設定していないところになるんですけども、はい、CSS をコピー、このまましちゃいます。 で、こちらクリックさせていただいてフッター探しづらいのでドムパネルを開かせていただきましてドムパネルの使い方としてこれが正しいのかどうか悩み<ん>実は悩んでいるところなんですがタグセレクターで選んでいただいてもいいんですがあドムのところがなくなっちゃってましたねフッターがいましたねフッターが消えちゃいましたね <laughs> じゃあどっかちょっとセクションのところに入れさせてください、はい、すいません。 フッタを作ったつもりだったんですが、なくなってしまいました。失礼しました。じゃあ、えっ、ー、とこちらのところの中ですね。セクションのところ、こちらのところにちょっと触れたと思います。で、えっ、ー、とコピーしたやつですね。えっ、ー、とクラスとか振っていただいている時にはそのままクラスのところに行けるんですけど、こちらのところえっ、ー、と css のデザイナーパネルこちらの方からももちろんセレクターのところで右クリックしていただくとスタイルをペーストというのが出てまいります。 なんでこのままこいつ、スタイルをペースト押していただきますと、こんな感じ。すぐ緑色反映されてきますよという形で。これがまあ今回、ちょっと簡単にバックグラウンドカラーしか設定していないという形になっているので、あんまりちょっと魅力的に薄いなぁと思われるかもしれないですけど、 えと例えばグラデーションついたりとか他のものがついてきたりとかすると、うん、それを全部じゃあこっち移していくのって大変例えば色もこれ取らなければいけないとか、うん、そういったものも、えー、全て避けることができるよということで CSS もここから持ってきてしかもドリームイーバーの中で完了するということで非常に使い勝手がいいかなと思っております。うん、このコピーも便利すぎますね。 あと、あれですねあのオブジェクトを選択しておいて CSS ファイルに行けば、うん、もうコードヒントとしてもう出てくるんですよね選択しておいて例えばまあこ例をちょっと選択しておいて CSS ファイルかなんかとこで LI とかってやっていただくとこんな感じですねこう選んでいるところのやつが、うん、えとそのまますぐ出てくるよという形で。うんでね、だからよりコード いきなりペーストってやるよりはこうやって自分でちょっと書きながら試した方がいいっていう方はこのやり方でい、うんねえー、いいですすと思ま書いて逆にそっちのわざとこう割とこうライブビューって便利だと個人的には思うんですけど、うん、まあコードビューで一気にやられる方だったらこのままクリックしてあ色だったら切だけ取撮りたいとか、うん、そういった方もすごくいると思うんでこれが使えるってうもすごい大きいですよね。に入ってきてくれるよ ペーストを右クリックで、ね、ペーストをどこにその記述が書かれるかちょっと予測つかないかもしれないんでちゃんと自分の入れたい場所に合わせ合わせて、ねうん、コードヒントを出して入れていくっていうのもいいかもしれませんね。はい CSS も一気にコピーできるので、ドリーミーバー、エクストラクトを使っていただくと、画像は処理できて、そのままテキストも処理できて、CSS もいけるよという形で、うん、ある程度、HTML さえ形作って,さていただければ、もう CSS まで一気にいけちまうというのではい、すごく高速になっていくので、エメットを使っていただいて、はい、HTML を作っていただくと、さらに高速になっていけるんじゃないかなと。全部組み合わせられたら、もう相当早いと思います。 というわけでじゃあ CSS はこんな感じでこのエクストラクトというサービスはですね、えー、とクリエイティブクラウドのメンバーの方は誰でも使えるんですけど、まあ、クリエイティブクラウドは優勝メンバーと無償メンバーがありまして、えー、無償メンバーの方でも実は使えますで,、えー、でもドリームイーバー無償の人使えないでしょっていうのは確かに体験版1か月分しか使えないんですけれども <laughs> 買ってください、はい ぜひ買っていいたただきたいですけどもえとちょっと諸事情によりっていう方はですねちゃんとあのブラケツというえアド r が主導で作っているコードエディターがありましてあのジャンル的には何て言うんですかねあの軽量コードエディターサブライムテキストとか地形の似たような感じのものなんですけれどもそこがそのブラケツというアプリケーションがこのエクストラクトサービスと連携 していますので、同じようなことを。えー、一応全部無償でできますね。そうですね。はい。お、今なんで。開いてくれ。なんでこんな、これを無償で出してしまったのかっていう。うん、大丈夫かドリームいいかと思ったんですけど。とりあえず、使っていただきたかったのっていうことなんですけど。<laughs> あ、じゃあ、ちょっと、関口さんの画面出してみます。無で,でサインしない,い,ないあ,あ、サインが。ごい。サインしないといない。はい、うん。 ブラケッツは無償エクストラクトも無償メンバーで、はいまあ、もちろんファイルサイズの制限はありますけど使えますのでちょっと試したいという方はねうんそうですよね無料メンバーアドビイ ID 持っていれば、ね、そうですねアドビイ ID さえあればいけそうですかさっきと同じデータを今ね、はい、ちょっと使ってっブラケッツで見てみようかと思いますけれども。 これがブラケッツの画面でエクストラクトパネルをやはりドリームイーバーと同じような感じで開いている状態ですね。すね基本はほとんど同じですね。ですねこれもクリック、まあ、ちょっとここの色が違う,う。色が違いますね。でも機能的には同じで。で機能的にはほぼ同じものですね。うん、これをこのテキストコピーとかも当然ありますし。うんはい こういう感じで普通に選択していってやっていただくことができるとかであれですよね、あのそのパネルのところ、Y の値とかをクリックすると、それだけクリップボードに入るんですよね。なので、ね、メモとかしなくてもちゃんとクリップボードに入る。要望を出しましょうか。という感じですぐでも試せますので。 あのできれば、まあ、ドリームイバーを落としていただいて試していただいてやっていただくのが一番いいと思うんですけど軽量、はいまあ、エディターが好きな方はぜひこれを使っていただくってもうブラケツ自体もすごいできいいと思うんですブラケツも、ねはい、楽しみですブラケツ特集も一度やりたいなと思ってますけれどもというわけでじゃあ CSS の話ここまでという感じですかねはい、はい、で、えっと、ちょっと質問が来ております えー、レイヤーの命名やレイヤー構造で気をつけた方がいい点は何ですかうーんとレイヤー構造は、えー、とそれほど傷、えー、と気にしなくても私は大事だと思っているんですけどやっぱりデザイナーさんとすごくレイヤー構造を複雑にされている方とかですね、うん、結構あのバラバラにされていたりとか。 作ったままになってる方とかだと後でコーダーさんが結構困ってしまうので、うん、まとまってるやつは是非まとめていただきたいなっていうふうに思ってます特に名前とかはえっ、ー、と英語とか日本語とか関係なくやれるんですけど一番楽なのはえっ、ー、と こちらですね、私の、えー、とこれは今年寄の方の思いっきり、えー、とやつなんですけどこうレイアウトフォルダーの名前を一応こう英語にしてあります何で英語にしているかっていうと,、えー、とこのあとで画像に書き出す、えー、エクストラクトで画像の方に書き出す時にファイル名がそのままここのファイル名が名前が来ますんで、うん、もし日本語とかじゃなく英語にしておいていただけるとそのままファイル名で使っていただくことができるよということもあるので、うん、ちょっとそこを気を使っていただけるといいかなと。 いう点ですね。あと PSD で,で、ね、スマートオブジェクトを使っちゃうとちょっと今んところダメです、ね、そうですね、はい、今ちょっとスマートオブジェクトがしっかり対応できてないのですけれども、うん、埋め込んじゃうと平気でしたっけ、うん、埋め込んじゃうてもダメかなん。ちょっとそこだけ気をつけていただいた<ん>方がいいかもしれない、うん、っていう感じですね、うん、なのであとはあの見やすいように構造さえ気をつけていただければいいかなと思いますはい まあ最近よくあのファイルの命名規約とかもすごくあのねウェブ制作のところでもあの流行ってきてると思うんでなのでそういった命名ルールがそのプロジェクトの中で初めに分かってるんだったデザイナーさんはもうそれをぜひ従ってつけていただけるとすごく手戻りは全くないですしめちゃくちゃ速くなりますね。 ちょっとそこだけ気を使ってデザイナーさんを作っていただけると嬉しいなとですねはい、はいまあ、そういった文化をちょっとこうね、うん、みんなで合わせていければすごくいいなと思うんですけども、ね、はいじゃあ以上で、うん、他に質問が、えー、今のところありませんがあるかなないよね、うん、でゆうひさんの本編終了したいと思います、はい、どうもありがとうございます えーとこれで今日の番組の、えー、と主なコンテンツおしまいなんですけれども、えー、途中から見られた方のためにですねちょっとお話しさせてください今画面に映していますのが、えー、AdobeSystems が今年の6月から運営開始した AdobeCreativeStation というブログになりますで、えー、今日の番組の告知ですとか、えー、関口さんがお話しされた内容とか そういったコンテンツはもうこのブログの中に全部集約されております。で特にですね、Web の記事に関してはご存知の方いらっしゃるか分かりませんけど、これまで AdobePinchIn というサイトで多数掲載していましたが、その PinchIn の記事も全てこちらに移行させております。ででですのでこののここサーチのところで 何かちょっと調べたいもの例えばエメットが知りたいなとか言ったらエメットと打っていただければドバッとエメットの記事が出てきますしあとはフォトショップのいろんな情報が知りたいとい言ったらこのフォトショップのタグを押すか検索してもらえれば全方位例えば DTP のフォトショップに関する話とか画像エディットの画像編集のフォトの話だったりとかそしたらウェブの。 フォトショップの話が出てきたりとか、もう本当に横断的にいろんな情報を得られますので、ぜひこちらの、えー、ブログ、チェックしていただければと思います。えー、それから連載記事ですね、うん、今日ご紹介し、えー、いただいた関口さんの内容を、全く同じアセットを使った記事があります。はいはい、でますので同じこと試試せます、はい、試してみてみください、はい はい、同じですね、こうやって見ていくといいですね、<laughs> 同じです、ねはい。なのでね、同じこと試してだ分かんなかったら関口さんにツイートしていただければ、はいうんえー、それからキャンペーンのお話をもう一度しておきましょう、これはもう絶対お得なので、ぜひしていただきたいんですけれども、えー、ドリームイーバーがブートスラップにようやく対応しましたよっていう記念キャンペーンで、えー、すっごい簡単です。えー 昨日ゲスト出演された松田さんが書いた「ドリームイーバー」と「ブートストラップ」で作るレスポンシブページの連載記事これ今4回分公開されてるんですけどどの記事にもこのようなえツイートボタンのバナーツイートボタンがついたバナーが貼ってあります。でここのツイートボタンを押してさらにツイートってこのボタンを押すだけで応募完了。そししてえ応募しますと えー、松田さんが書いたレスポンシブデザインのお話の本2冊、えー、そしてこのアドビーロゴ入りスマホ自撮り棒が10本ありますので合計12名の方にプレゼントがあはい当たるかもしれない,れないうりゃという感じですねいはい。 ぜひぜひ、もう本当に2回クリックするだけですから、ぜひお願いします。<laughs> いやあのちゃんと記事も読んでほしいんですよ、もちろんね。ええ、記事はもう当然読んでいただくということですから、ぜひ、はい。ただねそう、皆さん参加していただければ嬉しいので。はい、で、えっと今日のこちら、視聴者プレゼント、先ほどもご紹介しましたけれども、アドビーチサンダル、うん、はいアドビーさん、まだ夏は終わってないぞと。 はい、ということでこちらを、えー、今日も二名様にプレゼントします。で昨日と同じ方式なんですが、うんえー、今からお見せする、えー、ツイートの言葉を一字句間違わずに。一字句ですね。はい。はい、M を二つ入れないように。M を二つ入れる方はですね、ダメですね。集中が大事ですね。はい。小高に先まなきゃいけないそ。そういうことですよ。はい。 ちょっと待って確認しますね <laughs> 僕が間違ってたらどうしようもない <laughs>、うん、大丈夫ですね大丈夫ですね、はい、じゃあちょっと画面切りになましでは皆さんツイ今からお見せする言葉をハッシュタグ付きでえっ、ー、とそうお知らせしますのでそれを全部ですね、えー、一時期たがらずにツイートしていただいて、はいはい、先着二名様に先ほどのアドビーさんをプレゼントしたいと思います えではツイッターアプリの準備よろしいでしょうかお、オッケーです。皆さんあいいですね <laughs> はい、はい、じゃあいきます、えー、今日のツイートのキーワードはツイート文はこちらドリームイーバー v e r CC とエクストラクトでスライス不要の HTML コーディングハッシュタグはシャープクリエイティブクラウド JP あれ何応募してんの <laughs> どちが <laughs> やるな欲しいですも、うんすもアゾフィーさん アドビーさん欲しい。アドビーさん欲しいですもん。うん、はい。関係者は、あ、駄目ですか。向こうですか。うん、いや、もう一番だったら、いいかもしれないですよ、としたら。うん、さてさて。うん、今日は。これで。他に何か、あと質問があればですね。えっと。 ぜひ受け付けたいと思うんですけど。あ、そうですね。スマートオブジェクトにたの対応がね、これはちょっともうチームには当然伝えているんですけども。ちょっと段階的に開発してるということなので、うん。いずれは対応していただきます。で、今スマートオブジェクトだと、どうなっちゃうかっていうと、それが丸ごと一枚の。画像になっちゃうんですよね。で、リンクされたスマートオブジェクト。うんうん 作ってそれをまた別途エクストラクト読み込めばうん、うん、中身全部 CSS とかフォ、うん、ントとか抽出できますちょっと、えー、もう少し待ちたいところですけどねそれはあと他にえー、ありますかなんか他にご質問はないですかねごご質問はえっ、ー、と重さはどうなんでしょうかっていうのがありましたね重さ、うん、何の重さでしょうえっと マシン負荷がどのぐらいって感じかなっていうふうにマシンエクストラクトですねああ、そんな対象なんですねサーバー系からの方がどしかにネット回線の方がネットワークコストの方が分かりますねだからテザリングとかではエクストラクトは辛いですねやらない方がいいと思いますそもそも PSD がアップするだけで結構かかてって感じですねぜひ無線な環境がないかな どうですか来てますか僕のやつは読み込まないはいありがとうございます、うん、お今日は M1 つ <laughs> 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 えっとあすごいいっぱい来てますねどこからだここえー、っとあっ淡雪さん今度こそあってんじゃない 高校かなそうですかねえ一、ー、位は俺の方言ってないな一、うんね、位は淡幸さんヒューガルユキさんドリームイバシシとエクストラクトでスライス不要の SML コーディングはい、しっかりとハッシュタグもついてますおめでとうございます<ー>淡幸さんプレゼントです<ー>、えー、そして二番手に入ってますのはポテトクリームさん知り合いですあそうなの <laughs> 何の教え？えっと学生教え語。教え語。ああいいですね。はいはい。あと他にもいろいろご応募いただいたんですけどありがとうございます。タッチの差ですねこれは本当に。今二名の方プレゼントしますのでおめでとうございます。僕ツイッターのとこ行ったんでしょ。なんで行けない？ちんとストップだったっすかね。ああ本当だ。神様見てますねちゃんと。いや割り込むじゃありません。はい。 というわけで、えー、とこあ,あともう一回書籍の話し,したほうがいいんすかはいえっ、ー、と最後で申し訳ございません。うんと本日まあご紹介させていただいたエクストラクトとか、えー、とあとブーチストラップですね、えー、そういったもの、まあ、すごく2015、えー、機能が更新されていまして、まあ、史上最強のバージョンアップ。 そちらの本をですね、今、書いております、えー、と必死になって書いております、まあ、10月ぐらいに、えー、お出しできるかなという形になっておりますので、うん、もし出たらです、ねえーと、手元に、えー、お手元に見ていただいて、えーはい、読んでいただいて、まあ、よければ買っていただけると、私としては非常に嬉しいなと思います。10月ぐらいに、えー、とおそらくドリームイーバー CC2015 レッスンブックという名前で、おそらく出るかと思いますので、うんえー 出た時にはぜひよろしくお願いいたします。はい。あと皆さんえっ、ー、とさっきも言いましたけどキャンペーン8月31日までです。クリエイティブクラウ、ね、クリエイティブステーションブログに来ていただいて、えー、ねツイートしてください。ぜひぜひ書籍2冊と自撮り棒10本、えー、準備しておりますのでぜひよろしくお願いします。というわけで、えー、ドリームイーバーを特集したこの2日間が終わりました。うん、まあちょっとね。 来週ドリームイーバーチームが、はい、実はインドからインドの開発チームが<当>、はい、来るんですよ。すご <laughs> ですねで。ミーティングもしますよね。はい、はい、あのー、他にもいろんなドリームイーバーのユーザーの方にちょっと会ってもらってですね、いろんな機能要望とかいろんな話をしてもらうかと思うんで、え今後もドリームイーバーはえっとすごく意欲的な進歩、うん、進化を遂げていこうかと思っていますので、うんうん、そこに対してははい。 すごく投資をしていこうと思ってますので、うん、ぜひ皆さんあの昔のドリームイーバーのイメージは一回捨てていただいてもう生まれ変わっているドリームイーバー、うんはい、ぜひ使っていただければなと思います、うん、というわけで、えー、番組2回も渡ってお送りしました、えー、これで終わりたいと思いますじゃあ皆様どうもありがとうございましたありがとうございました、うん